楓川新城京公園付近の首都高速都新環状線。かつての楓川の川底である。楓川は東京都中央区にかつて存在した河川である。日本橋側のカブ町付近から南へ分流し、京橋側、桜川合流地点に至る約 1.2km の河川であった。第二次世界大戦後の1960年代に埋め立てが行われ、 旧稼道を首都高速都心環状線が通る。17世紀中期の江戸を描いた関営江戸図。中央下部に紅葉川などの入り堀や楓川が描かれている。慶長末年に江戸の建設が進められるまで楓川のある場所は江戸前島の東海岸であった。第二次殿下武神の際に江戸前島東方の水面が埋め立てられたが、 江戸前島と八丁堀埋め立て地に水路が埋め残された。この水路は、慶長17年に運河として整備され、後に楓川と呼ばれることになる。なお、同時期に、建設資材運搬のために、江戸前島東岸から江戸前島の尾根筋西側に改作された江戸城外堀に向かって9本の船入り堀が掘られた。これらの船入り堀は、築城が完了して、役割を終えると、 元禄三年までには中央にあった一本を残して埋め立てられた。慶長十一年、楓川の西岸に江戸城の建築資材を扱う材木問屋が移された。楓川西岸北部一帯は本材木町と呼ばれ、その歌詞は本材木河岸と呼ばれた。この町の材木問屋には行計用材木の上納が義務付けられるとともに長い木材を立て置くことが許可されていた。 遠方2年には、本在木町2丁目と3丁目の間に魚市場の設立が許可され、新魚場と呼ばれた。楓川の東岸には、江戸時代初期には、綾部藩久喜家神屋敷のほか、向井正元、向井右衛門、間宮虎之助、大浜民部、小笠原明、松平中塚佐、島田誕生などの初夏の屋敷が立ち並んだ。これら初夏は、幕府五選手を担っており、 江戸港を出入りする船舶の監視に当たったほか、八丁堀埋め立て地に移された寺院の取り締まりなどにも当たった。後に、武家地の間に、坂本町、三大町、松屋町などの町人地が起立し、その菓子が、楓えで菓子などと呼ばれた。明治初年、株都町にあった第一国立銀行本店。左下に、木造橋時代の海運橋。 昭和初期の日本橋区の町名再編を主題とする地図、楓川の流路の一部が記されている。1884年の東京府資料には、日本橋川筋から京橋川筋に至る海運橋川筋として記載される。大荘船29隻、天馬船6隻など、終末が合わせて77隻あったとされ、周運の盛んであったことが知られる。 1883年にはそれまで通称であった、かえで川が正式な河川名称となった。1921年の河川交通調査では、かえで川は日本橋川と京橋の連絡路として、依然重要な役割を担っていたことが伺える。関東大震災後には、復興事業として、運河の改修、改策が行われたが、この際にかえで川は、福音33メートル、 震度1.8メートルに整備され、また、楓川、築地川連絡運河が改作されたことで、楓川、京橋川、桜川と築地川の周運が便利なものとなった。第二次世界大戦後のモータリゼーションの進行に伴い、水路は次第に重要視されなくなった。1960年5月、楓川と築地川の埋め立て免許が下り、 高速道路が建設されることとなった。九百六十二年に首都高速都心環状線潮止め日本橋本町間が共用を開始した。カエ川は干拓した上で川底に道路が建設されたため、かつて川にかかっていた橋にはそのまま古道橋となったものもある。カエ川の名は紅葉川と交差することからの故障であるとされる。続称としては海運、橋川や 材木町川とも呼ばれた。楓川の読み方については、楓川ともみじ川が混在している。紅葉と風が縁語であること、紅葉川が江戸城紅葉山と結びつく、重みのある名であること、本来の紅葉川が重要度を失いつつ、江戸時代後期には埋め立てられ消滅する一方で、楓川が重要な水路として残ったことが混用の原因という推測は可能である。 中央区が管理する旧、カエデ川沿いの公園や区営住宅が、カエデ川と呼ばれる一方、中央区教育委員会が設置した看板では、カエデ川に、もみじ川と、振り仮名が振られ、中央区観光圏抵抗式テキストでも、もみじ川の読みを採用している。かつてのカエデ川に並行する、昭和通りと、都心環状線の間の街路には、二千三年に、中央区によって、江戸、 もみじ通りの愛称が定められている。1908年にカエデカ市付近の坂本町に設立された東京市日本橋区カエデ川先週女学校は、その後数度の公明変更を経て、1946年に東京都立公用側高等女学校と解消している。1945から1946年に米軍が作成した地図より、 楓川周辺に本橋川川から壇上橋をなお、壇上橋以南に楓川の名を冠した楓川新富橋公園があるが、この区間はかつての楓川築地川連絡運河にあたる。ありがとうございます。